昨日の話続きなんだけど、さっきヤフーで調べたの、うん、ヤフーですけどね、それは大谷翔平知ってる？あ、大谷翔平、二刀流のね、知ってますけど、そう、すっごい選手でさ、あ、そうだそうでしょう、野球の超名校門の出身なんだけど、うん、岩手の穴巻東高校、うん、あー、穴巻だね、よくないな、うん、そんなね、うん、そんな、そう、それでね、難しいところ行かないでしょ。高校入った途端に160キロ投げて、うん、で、そうなんだ、そう、それで日本のプロ野球のスカウトの肩に止まったんだって、うん、肩に止まんない、すごいよね、うん、小鳥じゃないんだから。いやでもね、うん、本人はアメリカかメジャーか大リーグか、まあ、どれかに行くって決めたらしいのよ。メジャーと大リーグ同じだから、それ、うん、音、ね、それおかしいから、すごいよね、うん、おかしい、なんかよく変なこと言ってるけど、あ、ごめん、ありがとう、じゃあね、うん、はいはい、電話で話す内容ですかね、しかも昨日2日かけて、長谷川は合ってるな、これな